日本の鹿児島県で実習生として働きました。働いた仕事は鳥をさばくことです。日本に戻る目的は日本語を勉強したいと家族に手伝ってあげたいと思います。どうぞよろしくお願いします。次の方お願いします。はい、はじめまして。私はチャン・ティレンです。今年は23歳です。ベトナムの中部から来ました。まだ独身です。私の趣味は料理を作ることです。日本に戻る目的は家族に手伝ってあげたいです。どうぞよろしくお願いします。ではまた皆さんにお聞きします。日本で働いているときに夜勤やったことはありますか？あと残業は月何時間ぐらいでしたか？残業はありませんけど、残業は1ヶ月3週間ぐらい。ペンさんは？はい、私は40時間ぐらい働きました。1ヶ月で、はい、私の会社は夜勤ありませんです。残業は1ヶ月40時間ぐらい働きます。夜勤もさっきおかしいです。皆さんは夜仕事をやることについてはどうですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。お給料どれくらいですか？月の給料。給料は12万もらいました。はい。12万円くらい。はい。じゃあ時給は800円くらい？時給はいくらぐらい？時給は769円。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。